はい、皆さんこんにちは。9月に入りまして IIJ ミオが通話込み月額1ギガで480円からという重量制プランを打ち出しておりますけども、で果たしてね、これいろんな条件があって難しいんですが、本当にお得なのかについて今日はチェックしていきたいと思っています。はい、ということでこの通話料込み1ギガ月額480円って、まあなんともそそる価格設定なんですけども、まあ、これは在宅時間が増えた方に向けて IIJ ミオが出してきた重量制プランを利用した、まあ、価格設定ってことでですね。で、まあこれ重量制プランについては8月20日に実は新設されていまして、まあこれが音声通話 SIM の場合には1ギガまでで1180円で、データ SIM は SMS 付きで480円というね、プランだったんですけど、まあこのようにそれ以降の2ギガまでは1400円とか3ギガまでは1600円とか、まあ最大20ギガまであるんですが、1ギガごとに200円上がっていくプランというね、まあ、そんな感じのものなんですけども、で、まあ、その重量制プランに加えて、まあ、この9月いっぱい開催中の秋のコミコミキャンペーンというのを、まあ、合わせた場合の価格というね、ことのようですね。で、まあ、この秋のコミコミキャンペーンは、初期費用が3000円のところ1円というね、感じで、まあ、こういうのはね、よくやってはいますけどね、IIJ ミオは。まあ、でもね、お得はお得です。で、こちらざっくり言うと、同じ条件で使えるのは半年のみなんです。で、これ、最初の6ヶ月については、このキャンペーンで、音声通話の契約の700円の分が、差引かれるので、まあ、それで480円。で、さらに、ミオフォンダイヤル通話定額10分という、まあ、この10分間以内の通話なら何度でもかけられる。こちらが7ヶ月間830円が無料になることによって、480円で済むというね、感じなんですね。で、ただ8ヶ月目からは、こちら普通にかかってきますから、合計が2010円になってしまうということで、まあこれ必ずしも安いわけではないというね、部分があります。で、そして、重量制なので、こちら1ギガを超えた場合には、1ギガごとに200円ずつ上がっていくというね、まあそんなプランとなっております。で、まあこの重量制プランなんですけど、一つ注意点は、au 回線のみのプランってことですね。まあ、SIM フリー機をお持ちなら問題ないですが、まあ、ドコモとかソフトバンクで買った、まあ、iPhone とか、ね、スマホは、まあ、SIM ロック解除の手続きをしてから出ないと使えないという点は、気をつけた方がいい点ですね。まあ、あとは au 回線、まあ、地方によって山間部などでドコモよりもエリアが狭いということが、まあ、あると、ね、よく言われますけども、まあ、そのあたりについてもちょっと注意点ではあるでしょうか。で、あとはまあこのキャンペーン端末購入もやっているんですけど、まあ、3機種ほど安くしているということで、これシャープの1機種、ソニーのエクスペリア1機種と、あと iPhone8 の 64GB というのが、まあ、キャンペーン価格で、一括だと 23,500 円というふうになっているんですね。で、これなんか未使用品って書いてますけど、これは一体何なのかというのをね、見ると、結構ね、詳しく載っていました。で、これまあ見ると、この、まあ、新品同様ではあるんだけども、まあ基本的には、まあ正規の新品とはちょっと違うってことで、まあざっと見た感じだと、iPhone 修理に出した時に返ってくる交換機みたいなものというね、ところで、で、Apple Care への加入ができないっていうのが、まあ一つね、注意点ではあるでしょうか。で、まあそんなんでね、まあこれは、まあ IIJ ミオは端末を買うっていうよりは、まあ回線だけ契約した方がいいというね、まあそういった、まあ回線会社なのかなとはね、私は思いますけどね。で、秋のコミコミキャンペーンにはね、注意点がありまして、これ解約とか、あとはこの通話定額解約とかですね、まあ、あとはこちらデータ SIM への、プランの移行とかね、まあ、そういった変化をさせた場合にはコミコミキャンペーンの、割引特典が喪失するのが、まあ、その当月分からってことなんで、まあ、このあたり最終月については解約する場合には、通常価格に戻ってしまうということのようです。で、まあ、そのあたり安いので気軽に試してみようという意味では、その最終月は注意という、ね、感じですね。で、契約解除料については調べたところ、2019年の10月以降、12ヶ月以内の解除については1000円ってなってるんですね。
だからまあ前みたいにその月ごとにいくらかかりますとかっていう表はもう今の契約ではないですね。で13ヶ月目以降については解除料は特になしということのようです。であとはね、根本的な注意点なんですが、これ Apple Watch のセルラーモデル、これで使う場合にはですね、単独モバイル通信は使えないので要注意ですね。これ基本的にはウォッチのセルラーモデルの単独通信については3大キャリアのみで対応しているということなんで、IIJMEを含め、格安系の、回線会社では対応していないんですね。ただし iPhone と一緒に使う分には、何の違いも現れないというところはあります。であとはね、根本的な注意点としては IIJMEというとやっぱりこうお昼時の速度低下が常にあります。これはね、私何年もね使ってきて常にねそういうふうに、体感しているわけですけども、これ今回ただ au 回線を使った IIJMEなんで、でこのあたりどうなんでしょうね。私ちょっとね au 回線を使った IIJMEを使ったことないんで、ちょっとねこれは使ってる方ぜひね情報をお寄せくださいませ。なんか割といいよっていうんだったらね価値が上がってくるかもしれないです。であとはね、これ物理 SIM のみですね、今回のやつは。で eSIM ならねすぐに試せるんで、やってみたかったんですけど、物理 SIM なんで申し込むと数日かかるというねことなのようですね。で気になる他の会社とのね料金の違いっていうと、やっぱり au 回線といえばね UQ があると思うんですね。でここで、例えばデータを、今回のはね重量制ですけど、3ギガ使ったと仮定して比較してみました。で確かにこれ最初の6ヶ月については900円で済んじゃうので、非常にねお得感があるんですが、8ヶ月目以降については2430円かかってきますから、この UQ のスマホプラン S という、3GB のデータプランと比べて、それに通話定額10分間のやつをね、これつけると、そうするとこれ2680円ですから、あんまり変わんないっていうのがね正直なところですね。で、さらに例えば端末購入を意識する方にとっては UQ の場合は iPhone SE 第2世代を売っていますんで、で、これがね一括だと 35,640円なんですよね。だからこれせっかく端末もし買うんなら UQ のがお得なのかななんて私は思ったりしましたけどね。やっぱりちょっと iPhone 8の 64GB を買うんなら SE にした方がいいのかななんてね思いますね。でただそもそもがこの端末購入をこういった格安系で買って、縛られるっていうのもね、なんかその分割なんかで買うと縛りが出てきて残債の返済っていうのがね解約時に発生しますから、そのあたりも考えると、もし買うんなら一括というね感じになってくるでしょうね。で、あとは LINE モバイルと比べた場合どうでしょうか。でこれ LINE モバイルもこれ3ギガプランっていうのがありますが、こちらの今回の IIJ の重量性プランを3ギガ使ったと仮定してやると、でこれについてはね結局最初の6ヶ月は安いんですが、確かに8ヶ月目以降はね高くなりますから、そうするとね LINE モバイルが安かったりしちゃうというね、そんな逆転現象もありますんで、必ずしも安いわけでもないというねところはあるでしょうか。でちなみに、LINE モバイルには 0.5 ギガプランっていうのもありまして、これ現実的ではないんですけど、これは、1ヶ月1980円ってことなんで、10分間の、通話なら何回でもできるのをつけても、これ1980円で LINE のが安いという感じになっておりますね。だから最初の半年だけという、ね、ことを考えると、必ずしもお得ではないという感じがあるでしょうか。はい、ということでね、まとめますと、IIJMEの重量性プラン、確かにね合理的ではありますが、この在宅時間がね増えて無駄になってる方にはいいと思うんですね。であとはこれ音声付きでキャンペーン利用なら半年間はかなり安いってところで、サブ機で音声付きを底値で運用するには、半年だけはいいという感じでしょうか。であとは au 回線がいいって人にもねいいですね。でその他はね、データ SIM の場合には、eSIM データゼロっていう IIJMEの別のプランのが、これね、最低使わなければ150円で済んじゃうんで良かったりしますし、であと注意点としては、5G とか Apple Watch の、そのあたりね、できないことは必ず出てくるのが、これね、
今回のプランでしょうか。で、まあ、あとは解約月のキャンペーン喪失など注意が必要ということで、まあ、必ずしもお得とも言えないですが、まあ、注意点を分かった上でしたら、まあ、お試しに IIJMI を使ってみたい方なんかにはね、いいのかなとは思いました。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。